はい、おはようございます。こちらこんばんは、レオジンと申します。コールオブデューティーワールドウォー2、ワールドウォーじゃねえよ、ワールドウォー2プライベートベータマッチ。さあショットガン使っていきましょう。トルグアクション、チームデスマッチ。わお、わお、わお、絶対セミオートじゃん絶対セミオートじゃん。これはちょっと期待できそうなんじゃないですか。連射できんじゃねえこれ。ちょっとでも武器の名前がなんか愛着わかへんな。何やトルグアクションって。あ、これはいい、これはいいやつだ。ただマガジン式、まあまあいいけどね、マージン式でも。さあセミオートショットガンですね、これは楽しみ。さあどうやって使っていこうかな。うん、セミオートだけど弾の威力多分低いでしょうね、おそらくね。おそらく弾の威力が低いから、まあ、2発ワンツーショットキルを狙っていく感じでやっていった方がいいのかな、おそらくね。そうだな、そういうことだな。いや、これは楽しみ、これは楽しいぞ。これだ、見すぎじゃない、ちょっと。あ、ふん、うん、でもこのショットガンはなんかそうでもないな。まだウィンチェスターの方がまだ強いんじゃねえのか。でも制圧力はあるぞ、でもかなり。 OK、 うーん、 OKOK、 なんとなく分かってきた。トグルアクション、パッとせんな見すぎじゃねえ。うーん、こっちどっちから来るかな、これ。こっちかな。マガジン式をどう生かすかやな。敵の偵察機を加速。オッケー、やっぱ近距離はショットワンショットだね。あー、後ろにいたのね、あなた。ここ、あそこ、ここ、残光内じゃなくてここの、ここのね。オッケー、一旦これ裏回りしていこうか、立ち回りがバレないうちに。バレた立ち回りがバレた瞬間であった。どうします、火力で押しているぞ。走っていきたいが、オーケー。ちょっともうちょっと維持したい。ここ対空砲届かないな。あ、弾当たったんだけどな。スマートチョーク式じゃなさそうなんで、まあ、おそらく、イサカ系？イサカ？なんだろう。ストライカーではないな。少ない。ナイス。あ、距離離したー。これ部屋の中いいんじゃね？お、ナイス！トリップ前。でもダメだった。じゃあ、外からか行こうかな、じゃあ俺。あべへ。ちょっとマジ、焼夷弾はやめようか。本当につらい、焼夷弾。おっ、くそ！こっちから攻めようかな、じゃあ。いやー、ワンショットで倒せねえ。ワンショットは辛いな。ワンショットできねえんだよな。腰打ちの方が連打が、いや、腰打ちの方が良さげ、もしかして。ワンショット、同じワンショットの条件だったら腰打ちの方がいいかもしれない。腰かなー。連射できるから腰打ちなんかなー。待って、マジで当たらん。マジで当たらん。はい、はい、まあ当たるよねそれ。オッケー、負けた。いやー、トグルアクションちょっと微妙やな。ちょっと期待してたんだけど、ストライカー的なの予想してたけど、ちょっとツーショットキルは辛いですね。まあでも、まあ楽しかったです。まあやっぱショットガンは楽しいな。このマップだけやけどな、本当にそれでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。